東京競馬場11レース第77回優駿牝馬オークス G1 芝コース2400メートル、出走馬18頭です。18頭収まりました。スタートしました。わずかにコースタート、エンジェルフェイスです。広がっています。10番ダンツペンダントが先手を取りに行きました。ダンツペンダント先頭です。月下光、そしてエンジェルフェイス、前3頭、外からロッテンマイヤー上がってきました。あとはクロムマイハート、ウィンファビラス、中段の前に14番ビッシュがつけています。そして後方にいます3番のシンハライト、後ろから3、4番手というところで今1コーナーをカーブしてきました。さあ先頭は10番のダンツペンダント、2コーナーへ向かってリードが1馬身半、11番のエンジェルフェイスが2番手です。1馬身差、月下光3番手、そして17番ロッテンマイヤーが4番手、縦長になってきました。2コーナーをカーブしていきます。前から5頭目、1番のフロムマイハートで向こう上面です。3馬身差、ウィンファビラス中段の前、そして2番のアウェイクが追走、向こう上面。あとは2馬身差、中段に14番のビッシュが追走。あとは3馬身差、5番のペプチドサプルの体勢です。うちにアットザシーサイド、残り1400を通過。さらには外15番レッドアバンセ、3コーナーへ向かいます。うちに電光暗示、そしてその後ろに13番チェッキーの中段の後ろです。そのうちには3番のシンハライトの体勢、1200を通過。後方はフロンティアクイーン、外に18番ダイワドレッサー。あとは2馬身差、後ろから2投目6番アドマイヤリード、最後方は16番ジェラシーで、さあ各馬第3コーナーをカーブ、残り 1000m を通過していきます。先頭は10番のダンツペンダント、リードが1馬身、まだゆったりとした流れ。2番手に11番のエンジェルフェイスで、3、4コーナー中間。3番手が7番月下光で4コーナーへ向かいます。あとはロッテンマイヤー、そして1番のフロムマイハート、4コーナーへ向かいます。ウィンファビラス、外から動いていく14番のビッシュの体勢、第4コーナーをカーブ、まだ後方です。後方のうち3番シンハライト、第4コーナーをカーブ、さあ直線コースに向かいます。ここで先頭は変わったか。11番エンジェルフェイス、エンジェルフェイスがどうやら先頭だ。残り 400m 今通過した。あと横に広がってビッシュ追い込んでくる。さらには追い込んできた5番のペプチドサプル、アットザシーサイド、ビッシュ、ビッシュ、そのうちからは12番のフロンティアクイーン、坂を上がった、ビッシュが先頭か。大外から7枠2頭レッドアバンセ、そして追い込んできたのがチェッキーノですが、さあ先頭はビッシュ、ビッシュ、間からシンハライト、間からシンハライト、シンハライト、シンハライトだ、ゴールイン、最後はシンハライトです。